太陽は、秋田県は秋田市の大森山動物園にいた、キリンである。骨折した足を切断し義足を装着したことが、各種メディアで報道され、義足のキリン太陽として、広く知られている。太陽の話は、日本テレビの番組、ズームイン。スーパーを、はじめ様々なメディアで報道された。また、カキの関連書籍も発行されている。2007年6月20日、 大森山動物園では、太陽以来となるキリンの赤ちゃんが生まれた。このメスのキリンは、太陽の父であるジュンと、メスのリリカとの間に生まれたため、太陽のイボ妹にあたる。愛称は、園内キリン社そばの応募箱に入れる形で募集され、ひまわりと決定したが、記念イベントなどは行わなかった。ひまわりは、体が小さく、成長の遅さが見られ、 離乳期にも母キリンからなかなか離れなかった。獣医を主役とする、週刊少年サンデー連載の漫画、ワイルドライフの NHK でのテレビドラマ化にあたり、太陽をモデルにした骨折したキリンを救う、第3話、小キリン銀河の撮影が、大仙動物園で行われることとなる。2007年12月10日からの撮影に伴い、血離れして間もないひまわりを生まれて、 初めてリリカから話し、カメラマンらが大いをかぶって、檻に入り撮影を行った。撮影二日目から、リリカやジュンに、ストレスに由来する症状が見られ、飼育員が撮影を中断させた。三日目に撮影が終了すると、ひまわりは弱った様子を見せる。三日後の12月15日、リリカが循環器不全のため休止した。さらにひまわりも12月20日に体調を崩し、 翌12月21日21時45分に死亡した。ひまわりの胃には海洋の跡が見られた。死亡原因として母キリンが死んだことや母がいないことへのストレスが考えられている。番組撮影が2頭の死の原因となった可能性も指摘されているが詳しい原因は不明である。なお、2008年1月11日に NHK 広報部が3話の放送を中止することを発表した。番組は当初予定の全3話から全2話に短縮して2008年3月に放送となった。ズームイン、スーパー公式サイト、今日のアングル義足キリンの多様、撮影キリン親子で、NHK ドラマ放送中止キリン番組、放映中止に NHK など、 母子休止を目受け止めアーカイブド2016年3月4日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、主役、キリンシンで、ドラマ放送中止園内に、宝くじ遊園、遊べの森が4月18日よりオープンしました。2009年4月21日。ありがとうございます。